災害に備えて炊き出しなどを体験するイベントが今日岡崎市内で開かれました。岡崎市社会福祉協議会などが初めて開いたイベントには地元の住民らおよそ40人が参加。ライフラインがストップしたとの想定で火を起こすための薪割りからテント張り、食事の調理などに取り組みました。およそ1時間半後、非常食用のおこわと肉や野菜などを煮込んだ芋煮が完成しました。地域の方とつながっておくっていうことがすごい大事だなって改めて思いました。